文化系トーク YouTube グランパンパースです。はい、今回は、日プツの話でラップチームの話になります。オーバーオールチームですね。中野海保くん、井筒裕太くん、村松健太くん、大和田歩夢くんの4人のチームですけれども、まあこちらのチームのねラップがね、まあ、リリックを見まして、それで私なりにねちょっと解説というか分析というのをさせていただこうかなと思いました。まあラップに関してはね、まあ日プツ見てる動画投稿者の中ではおそらく私がやるべきかなっていうところを考えておりますので、で、あのね4人が4人ともね、やっぱりこうすごく4人のキャラクター性が活かしてあるし、こうパンチラインっていうね、健太さんに言われていたパンチラインのところとかもね、それぞれがみんな持っているし、そういったところでやっぱりいろいろ語っていきたいんですよ。でちょっとね、自分でリリックをこの4人のやつ書いてみて思ったんですが、ちょっと1個の動画でやるのが難しいかなって思って、なんていうか中野海保くんがやっぱり突出してるんですよ。まあもちろんラップナンバーワンを取るぐらいだから突出してるのは当然なんだけど、やっぱねこの人はねすごいよ。うん、本当に間違いない。でなのでこの動画では井筒くんと村松くんと歩夢くんね、大和田歩夢くん、この3人のリリックに関しての話をして、でもうこれの後で撮る予定の動画で中野海保くんのラップと、中野海保くんが同じく考えたサビの部分、フックの部分のラップ、そこのところの、まあ、分析解説をねさせていただこうかと思います。というわけでね、じゃあ、まず、井筒くんから行きましょう。で、順番で行くので、井筒くん、大和田くん、村松くんの順番で行きます。で、井筒くんのリリックですが、ここに載せようと思います。こちら、パッと。はい。ですね。まあ、井筒くんはもう完全にキャラクターで押していくっていうところでね、もうここはもう、井筒くんならではのラップを書いてくれてね、まあ、当然ですね。これは井筒くんがやるべきラップだと思います。可愛くキュートな高校生、これまで見せてきたこの積極性、ここで国プを虜にさせていこう。あ、ちょっとフローは違いますね。フローは違いますがね、ここで国プを虜にさせていこう。僕は多色染まれるカメレオンですね。で、ここですが、高校生、積極性のところで、まあ、性のところで韻が踏んでるっていうところで、まあ、陰自体はそんなに固くはないんですが、井筒くんのね、キャラクター性というところで、そんなにがっつりと陰を固くする必要はないというところもありますので、まあ、これでいいんじゃないかなと思います。で、彼の、ラップの中で、いいところはここですね。虜にさせていこう、染まれるカメレオンですね。させていこう、カメレオンのところ。ちょっとわかりづらいんですが、ここは陰が踏まれているわけですよ。させていこう、あえおう。カメレオン、アエーオー、アエーオーで、このね、5文字で、韻を踏んでる、させてこう、カメレオン、ここね、うん、っていう感じです。で、俺の沼にはまったらもう抜け出せない、勢い止まらず急成長、ここから始まる俺らの革命、刻む伝説っていうところですね。はい。まあ、彼はね、可愛くキュートな高校生、ね、ここのところですね。もう可愛いってところをね、前面に押すっていうところ。これね、やっぱね、アイドルじゃないとね、できないラップなんですよ。なかなか本職のラッパーが可愛さっていうのをアピールするのは、あんまりね、やらないんで、やっぱここはアイドルラップならではのことだなっていうふうに思うので、まあ、いいんじゃないかなって思います。続きまして、大和田歩夢くんのね、リリックいきます。はい。大和田くんね、なんか、正直、ラップでそこまで注目していなかったんですが、彼の低音のラップはすごくいいし、あと、彼の特徴というのがすごく出てました。だから、彼は、だから、ラッパーとして、まあ、ラップに自信があるっていう風にもね、書いてあったし、プロフィールのところに、まあ、実際本当にそうなんだなっていうのが分かりました。すごくいいですね。で、まず、大和田くんには本当に、まず、デビュー向けて頑張ってほしいんだけど、彼がその、千葉県の子なので、私、千葉県に住んでるんですけど、彼にはもしかしたらですけど、千葉県のラップのそのところをもっと盛り上げて、クラブシーンを盛り上げていくっていうことも可能になるかもしれません。でもまずはデビュー向けて頑張ってほしいなと思いますし、なんか彼がラップの方で行くとしても、またこれが池崎くんや中野くんや西くん、田島くんとかとは違う感じのラップの仕方ができるような気がして、これはこれでいいなって思いますね。うん。で、まあ、低音のラップでね、結構ギャングスタっぽく決めてるところで、バーニングアップ、誰が相手だって、絶対負けねえってね、その後、レッツゴーって入ってますが、これ絶対を絶対っていうね、風に読んでるところとかね、ここは多分絶対って読んだ意味がなんとなく私はわかるというか、誰が相手だってって、だってって、A のところでね、3、語尾を、A で終わらせるんですよ。終わらせてるんですよね。誰が相手だって、絶対負けねえっていうところで、3回 A をね、こう踏むところで、踏むというか、A を言うことによって、リズム的にね、ここは、
ちょっとインパクトを残せるっていうと、ここが誰が相手だって絶対負けねえよりも、誰が相手だって絶対負けねえの方がリズムになるじゃないですか。だからもう絶対にしたんですよね。うん、まあ絶対っていうのはちょっとまあラッパー的な感じの言葉遣いではあるし、まあ本当に彼がだからラップを聞いてきたんだなっていうところはわかります。でこの後ですね、彼が要するに鬼滅の刃とか呪術廻戦とかね、漫画が好きなんだなっていうのが すごく分かっちゃいますね。でしかもそれを使って韻の踏み方をいい感じでやっている。夢見た景色まで歩む途中、邪魔者なら蹴る水の呼吸ね、うん、こうね、水の呼吸、まあね、有名な炭治郎のね、水の呼吸ですよね。はい、で歩む途中水の呼吸でね、ここはね、歩む途中水の呼吸、文字数も7文字にして、で歩む途中水の呼吸ねいう感じでね、いい感じで韻を踏んでます。でさらに邪魔者なら蹴る水の呼吸っていう風に、一回邪魔者なら蹴るの後で少しこう間を置いてるんですよね。でちょっとダンスとかのフォーメーションも組む感じにして、まあ、ここは中野くんたちが決めたんだと思うんですが、だからこれで邪魔者なら蹴ると水の呼吸は実際には韻を踏めてはいないんだけれど、リズムとして間を取ることによって、ここは歩む途中邪魔者なら蹴る水の呼吸で3つね、またリズム踏んでるんですよ。ここ 3っていうのが多分この大和田歩くんの今回のラップの結構重要なところっぽい気がしてます。まずそのさっきの誰が相手だって絶対負けねえで3回やってますね。で歩む途中邪魔者なら蹴る水の呼吸で3回やってる、そう3つのね、リズムのね、取り方をしているのが、そうなんじゃないかなっていうところがあります。で、それはその次のラインにも通じております。パッと超える己の限界、強一天才、領域展開。ね、ここね、ここね、大和田歩くんのいわゆるパンチラインですね。ここ、いいですよ。特にこの強一天才、領域展開はすごい気に入ったんですけど。まず、パッと燃える、違う、パッと超えるですが、すいません、パッと超えるでした。パッと超える、己の限界、今日一、天才、領域展開、まあ、限界、天才、展開でね、それで、まあ、踏んでるわけだけど、でも、要するに、この、パッと超える、己の限界は、多分、その、鬼滅の刃の、炭治郎のところからもかかっているんじゃないかなっていう気がします。で、炭治郎の、鬼滅の刃からの、パッと超える、己の限界からの、領域展開、多分ね、この領域展開をどうしても彼は使いたかったんじゃないのかなっていう気がする。多分リリックノートとか彼もつけてるタイプだと思うんだけど、だからこの強一天才領域展開は実は全文字が韻踏んでるんですよね。分かると思うんですが、強一天才領域展開同じですよね。そうで、それだけじゃなくて己の限界からの強一天才領域展開っていうね。でここはだからさっきの上のとこの相手ってあって絶対負けねえからの謝る途中邪魔なら切る水の呼吸からの限界領域展開領域展開でね、3つでねこうアクセントをつけるっていうのを彼はやっていますね。で最後は気の向くままをラップするだけ J-POP に引かせるあるただ風ね、ここはこうだから彼のなんていうか韻を踏むってことよりも彼の本当に思っているラップへのスタンスなんだろうなっていうことですね。でもこのね気持ちを持っていてくれるとね、おじさん嬉しいな、うん、気の向くままラップするだけ J-POP に吹かせる新たな風。ラップするだけみたいなことをね、結構ラッパーの人が結構言うんでね、こういうのも私は好きだよ。うん、じゃあ次が村松健太くん行きましょう。彼がね、ラップをするのが本当に私は意外でしたよ。ね、でもしかもね、なかなかいい感じで、でこうね、トレーナー陣にすごいモテてるなっていうのが分かった。で、彼のリリックですけども、ね、What's up 調子どう熾烈なオーディション。調子どうオーディションで、まず韻が踏んでますね。ここは、まあ、ちょっとわかりづらいんだけど、調子どうオーディションって言うと、多分わかると思います。同じですよね。調子どうオーディション。同じです。はい。で、生きるか死ぬかの、最大級の大乱闘ね。ここちょっと実はね、ライブでは、大乱闘のとこは言えてなかったんですけど、ここ言えてればもうちょっとかっこよかったかなって気はするけど、でも彼の場合は、言葉をゴゴゴガって詰める感じのタイプのラップをやるなっていうところがあって、4人の中では多分、ケンザ390さんに一番近いラップの仕方をしてたのが、村松くんかなって思いました。ケンザさんも結構言葉をガガガガって詰めるタイプの人なんですよ。それが、普段の、曲でもそうだし、フリースタイルバトルの時でもすごい言葉をガガガガって詰める感じのねバトルの仕方をして、
甘いマスクで、そういう言葉ガンガン詰める感じのやつをやったので、まあバトル特に最初出てきた時は何者だこいつみたいな感じでね、すごい話題になったわけですよ。ね、ね、今は日プのね、ラップトレーナーですからね、すごいですよね。はい。で、最大級の大乱闘っていうところがね、まずあるんですけど、いや、彼はね、言葉のセンスいいっすね。この次のとこね、この場の中のリーサルウェポンですけど、リーサルウェポンっていう言葉も言霊としてすごくインパクトのあることなんだけど、ここが肝ではないっていうね。その次ですよね。打倒まさや、起こすまさか。ここいいっすよね。うん、木村まさやくんですよね。打倒まさやね。うん、で、起こすまさか。ここの、ね、言葉選びのセンスっていうのもね、いいなと思うし、番組でね、まさやくん喜んでましたね。木村まさやくん。なんか喜んでたのもなんか分かったのが、その後グースバンプスに彼が行ったから、彼もラップが好きなんだなっていうのがあったから、ああいうの嬉しいんだろうなっていう気がしましたね。そこはその時は分かんなかったけど、すごい嬉しそうだったのがそういうことなのかもしれないと思いました。で、その次がね、ケンザさんとかケンゾーさんとか中曽根さん、テヌマさん、みんな湧いていたところですね。健康センター自己流の伝統芸で一刀両断、ビート上で俺には依存症だってとこね。うん、ここですよ。ここすごいですよね。健康センター自己流の伝統芸で一刀両断っていうところですけど、これね、実は裏の音聞くと、音に合わせて言葉刻んでるんですよ。タン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 って音があって、それに合わせて健康センター打ち込みの伝統芸でっていう風にやってて、で、ここの韻の踏み方としてはですね、まずお尻のところ、語尾のところの一刀両断一存昇段のところもそうなんだけど、実はもう一個あって、これが結構トリッキーで、健康センター打ち込みの伝統芸のところ、ここね、健康線と伝統芸なんですよ。ここがね、トリッキーなんだけど、多分この結構早口でまくし立てるところなんで、ここは一回韻をどこかで踏んでおいた方が早口でのラップっていうのやりやすいんですよね。ここが全く韻を踏んでいないと、逆にこのライブでやるときに失敗する可能性が高いんですよ。韻を踏むことでリズムをつけて、それで自分のバイブスをガッて出すっていう歌い方をラップの場合することが多いので、だからここの健康センター打ち込みの伝統芸では絶対必要だったんですよね。で、そこ一刀両断、ビート上で俺にはいいぞ勝だのとこ。で、健康線、さあ、自己流の伝統芸で、ここはね、本当に彼のパーソナリティが合わせ、本当に出ているし、まあ、彼が実際健康センターでね、歌っていたっていうこともありますから、そこの部分もね、あるし。で、伝統芸。これだから健康センターでね、彼を応援している、おじいちゃんおばあちゃんも嬉しいんじゃないだろうかっていう気がちょっとしている。うん。で、最後のところが、これ、ワン、ツー、スリー、フォー、ハンドレットみたいな感じで言ってたけど、歌詞のところを見ると、100、200、300、400ってね、ワン、ツー、スリー、フォーの、ワン、ツー、スリーは4人でみんな言ってたから、ここはだからみんなで相談した上で、多分、こういう最後にサビのとこに行くときに、ライブのパフォーマンスとして、そういう風にやろうって決めたんじゃないかなっていう気がする。で、それの前に、多分、これだから中野海保くんも含めた上での、一番の、このなんか脇どころっていうところのね、健康センター事故の伝統芸でのところをやってからの、みんなでまとめて、さらに最後大サビでバッっていう、ここのね、なんか構成の仕方とかもね、すごいですよ。中野くんの構成なんだと思うけど、やっぱそこの部分も含めて、やっぱ中野くんはすげえ天才だなっていう風に思っちゃったね。で、400行った後にゲトル投票、この場をロックオンでね、終わるっていうね、この場をロックオン、この場ライブ会場ロックオンするっていうね、そういうことですよ。はい。まあ、そういう感じでね。まあ、まず3人のラップを語らせていただきました。ね。それぞれが、それぞれの色があってね、面白いラップだなっていう風な気がします。キャラクターで押していく、井筒くん。好きな漫画とか、その韻の硬い踏み方とかでゴリゴリに、ギャングスタっぽくやっていく、大和田くん。そして、言葉選びのセンスが光る、村松くんっていう感じでね、それぞれいい感じでした。はい。というわけでね、うん、だいぶ語っちゃったな。うん、はい、3人のラップを語らせていただきました。で、これの次の動画で、中野海保くんのラップと、それからサビのところを語りたいと思います。あと、構成のところとかもね。はい。では、よかったらチャンネル登録をお願いいたします。まあ、私はラップが好きで、自分もラッパーをやってた時期もありますので、ラップを語る動画というのが、やっぱり一番楽しいので、皆さんもよかったら参考にしていただければと思います。はい。では、この辺で失礼いたします。言いたいことは、今日言っておく、グランパンパースでした。